はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。昨日ね、台風関東地方をかすめていきました。しっかりね、雨が降ったので、今朝はいつものルーティンの冠水はなくてね、ちょっと楽してます。で、中子おばあちゃんの休日の方はね、朝お休みです。はい、で、柏伏成から行きますね。はい、で、ここにまず1本で、ここに2本と、2本かなと思ってたら、じゃんじゃじゃーん、とんでもないチョンボやっちゃいました。はい、ここにジャンボキュウリが3本ほどなってます。いや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 、参っちゃいましたね。完全な鳥見落としですね。この右側からナタマメのつるがね、上がってきてるんですよ。で、左側からキュウリのつるが上がってきてね、ちょうど交差点なんですけど、こちらは全然気にしませんでした。はいはい、これから取っていきたいと思います。じゃあまず普通サイズのやつですね。よいしょ、はい、よいしょと、普通サイズの、よいしょ、ね、この通路がやっぱり狭いんで、ちょっと手で、正面ですね。はい、正面の、よっこいしょ。今ね、高いところを取るためにちょっと脚立持ってきてあるんですよ。脚立があるんでね、ちょっと邪魔っていうかね、手狭になってます。はい、じゃあまずこの下を取ります。これもね、尻細なんでね、早めに取っちゃいます。やっぱり水が足なかったんだよ、きっとね。なんかこの尻細多いんで、これ早めに取っちゃいます。よいしょ、はい、いいんじゃ、2本取りましたんで、あと上のね、3本ぐらいあるのかな、健康有料地が。はい、よいしょと、ちょっとカメラの前横に行っちゃいました。よいしょと、はい、今朝はね、やっぱり台風一過で天気いいですね。よいしょ、ちょっとね、まあ逆光気味で見づらくてごめんなさい。よいしょ、よいしょ、よっこいしょ。はい、これ脚立を、この三脚の脇を通すんでね、よっこいしょ、よいしょ、よいしょ。多分ね、3本ぐらいになってると思うんだよね。よいしょ、はい、よいしょ、はい、あー、これジャンボが1本ね。これは今年の一番大きいジャンボくんじゃないかな。よいしょ、はい、こんなね、何センチ30センチ以上ありますね。太さもかなり太い。はい、ジャンボくんです。よいしょ、今買い物カゴにね、キュウリ入れてるんですけど、横に入んないです、縦です。よっこいしょ、よっこいしょ、はい、はい、1本ですね。あと2本あります。よいしょ、あららら、これはもう曲がってるんで、これは摘果で、はい、これ摘果です。
はい、これちょっと曲がってますね。よっしょ。よいしょ、あれ、あ、これだ、はい、これもちょっと曲がっちゃってますけどね。鳴り元が見えない。よしと、はい、これで2本目、よいしょ、あと1本どこだ。あー、これだこれだ、おっ、よいしょ、あーっと、よいしょ、ちょっとこのポジションきつい。よっこいしょ。おっと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 。いうことで、今朝何本だ ?1、2、3、4、5、6。今朝6本ですね。はい。カシウシナリは6本収穫しました。お昼はあるかな?ちょっとね、たくさん取っちゃったんで、お昼ないかもしんないけど。中子ばあちゃんの方があるか。あと1本ここにあった。これもそうだ。よいしょ。よっこいしょ。これそうだよね。あれ、これはこれ、あ、はいはい、よっこいしょ。この他にね、よっこいしょ、これ取れてっかな。手で手で。よいしょ。はい、オフフレームになってたらごめんなさい。多分これ取れてると思うんだけど、これね。はい、これ一本。今朝何本になるんだ、一体。まあ、あちこちなってましたね。よっこいしょ。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7。はい、カシウシナリ、今朝はね、7本でした。すごいね。はい、カシウシナリ7本ということで。その他ね、小さいのもパラパラなってるんで、お昼はどうだろう。お昼はカシウシナリないかもしれないな。でも中子ばちゃんの方がお昼ありますので、はい、じゃあまたお昼お会いしましょう。はい、ここで一回ビデオ止めます。